ブブヤマンボはその日の海に向けてさっき飲んだばかりの川の水を吹き出しました。大王様、大王様。誰じゃそこにいるのは。アヒコに貸してやったよ。藪の中で鳴らすと。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今、語り部の会といいますか、今語りが、終わりました。今皆さん、スタッフの皆さんが集まっていただきまして、ちょっと皆さんに自己紹介をしてもらいたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。私は隣の八幡から来ました遠藤幸子と言います。遠藤さん、はい、はい、こんにちは。そしてこちらは、風間陽子と申します。刀さん、はい、風間です。あ、風間さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして渡辺金と申します。よろしくお願いします。渡辺さん、はい。今朗読をしていただいたんですけども、なかなか熱が入っていて、すごくこう分かりやすい、語り部だったと思うんですけども、どんなこの会なのか、その辺紹介お願いいたします。私たちは、はい、瓜生崇先生という、はいはいはい、教室の、文科生をしておりました。有名ですよね。はい、武田東さん の、はいはい、ラジオ放送局などでも瓜生先生の語りをされていました、うん、その文科生として活動もしていまして、先生がもう亡くなって10年以上になります、はいはいはい、そんなになるんですね。はい、ですからちょっと、はい、先生を亡くしてしまったんですけれども、私たちはその生前指導していただいたことなどを思い出しながら、はい、会員同士で公民館で月に2回程度集まって題材を見つけては練習をしております。瓜生さんは結構全国にいろんなこうそういった語り部をされる会があるってお聞きしたんですけども。はい、そうですね。九州の方から、上はどこまであるのかな、九州から、まあ、県外、岡山県とか広島県とか、たくさんあったと思います。横浜とかもありましたし、たくさんあって、それで瓜生先生が亡くなったので、瓜生先生がもういろんなところへ足をお運びいただいていたので、今度は私たちもそのことをたどりながら記念の講演をしようっていうことで当番を決めて、例えば広島の会の方が当番の時は、そこへ全国からチームが集まって語りのを繰り広げていくっていうんでしょうかね、語りの大会を行っていくみたいな感じで、私たちも広島に行かせていただいたり、下関が当番の時は下関に行ったり、岡山が当番の時は岡山県に出向いて行ったりして、うん、やらせていただいておりましたが、一巡、ちょうど全国一巡当番も一巡りしたので、うん、それでちょっと一息つきましょうということでね、また機会があったらやりたいですねということで、今は一旦閉じておりますけれども、まあ、それぞれの地域でそれぞれの活動を皆さん、瓜生先生の文科生たちは繰り広げられていると思います。なるほど、はい。今のところ会員は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。まあ、5人程度なんですが、はいはい、実質活動しているのは今3人で。お、なるほど。まあ、千曲市を中心に、まあ、やってらっしゃると思うんですけども、はい、どんな特にこう語りでやられるんでしょうか。そうですね、コロナの前は、はあ、JR オバステビューで、はい、オバステ駅に泊まった観光の、うんうんうん、その観光に来ていただいた方向けに地元の民話を駅のところでみんなで語らせていただいて、おもてなし隊という中の語りのグループということで、おもてなし隊がいくつかあるんですけれども、グループはその中の一つとして、はい、私たちもおもてなし隊の中の語りのグループということで、駅の中でやらせていただいておりました。なるほど。瓜生さんのこう文科生だということだと思うんですけども、はい、どんなこう特徴があるんでしょうか。
なんだ、舞台語りといって、はい、先生がいつもおっしゃってたのは、どんな広い会場でもマイクなしで、はい、生の声で届くようにやりなさいっていつも言われてました。だからそれは心がけて、それにはやっぱりいつもやるときに必ず発声練習、この本があるんですけど、それをやって基本練習をしてから、いつも先生が いらしてくださった時と同じように今も続けて発声練習から始めています。ずっとね、座らないで、はい、立ったままやったんで、もう大変だなと思ったんですけど、なんかそこにも何か理由があるんですか？やっぱり座ると声が出ないですね、私たちも。お腹から声出すようにってことでね。でやっぱしほら、しゃがんでね、腰にこう、なんとなくこうね、ドカッとしているとあれなんですけど、立つとね、やっぱしある程度緊張も知るし、なるほど、それから姿勢も良くなると、お腹から声もやっぱし大きく出る、そういうことでね、やっぱし私は立ってやるっていうことが大事なことだなと思ってね、学ばせていただいてます。なるほど。マイクもなしにこうね、感情を込めて、まあ語るのもなかなか大変かと思うんですけども、なんか楽しいことってあるんですか？私はこの語りとかそういうものについてはあんまり、日も浅いしね、割合に知らなかったんですけど、まあ、皆様にね、こういうふうにね、一緒にさせていただくことによって、こうね、毎月とか寄ってくるたびにいろいろなお話聞くと、あ、やっぱしテレビ見ているより、ちょっとそこねらで講演聞いてるよりもね、地元の方のお話聞くっていうのも大事だなと思って、私はそれでね、あるっていうことがあると、私、まあ欠席しないようになるべく足を運ぶようにしているんです。本当にありがたいです。練習もあるんですか？だから各自やるんですか、練習は？月2回は大体やるように。ああ、月に2回ね、はい、ああそうですか。月1回にしてたんですけど、年を重ねてきたら、せっかくやったのがまた忘れてしまうから、うん、2週間に一遍だと前の結構覚えてるから、あ、よかったねっていう感じでやらさせていただいて、今回のも3月に大きい舞台があるので、それに間に合うようにやってきて、そしたらね、このところ練習日予定して12月ちょっとできなかったんですけど、1ヶ月空いたんですけど、前にしっかり練習しといたから、あれ、うまくいったんじゃないって、だから積み重ねってすごいねって、また再認識してます。奥が深くて、やっても一言が一つにしても自分のその時の気持ちも違うし、読んでた具合で違ってくるので、たった一つのあが本当に難しいなっていうのが最初の頃から思ってました。なるほど。そして今後の目標は何かあるんでしょうか？目標ですか、はい、そうですね、少しコロナが収まってくれば、はい、今まで以前のように老人会の方へ、はい、お邪魔したりして語りをさせていただいたりとか、まだちょっと違う会の方からもコラボしましょうっていう声もあったんですけれども、ちょっとそれが実現できていないので、収まったらまた別の種類の会の方とコラボをするようなことも実現していけば、着物の会さんっていう方から声をかけていただいたので、着物を着てこの私たちの語りを引きに行きたいなっていうような企画があって、でもちょうどコロナがあれしてしまったので、なかなか実現していないので、その点も実現していけばいいなって思っています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。